エミナエです。はい。ってことで、今日の動画は、久しぶりに、みんなのためになる系の動画撮りたいなと思ったので、初体験の前と後で感じたギャップをみんなに募集して聞いてみました。まださ、初体験終えてない子とか、ネットとか、こう漫画とかの中ではさ、ああいう感じなんかなとか、こう、イメージ的なのはあっても、実際に終えた感想って意外と違ったりするのね。私の感想は何年前や？何十年前やけん、フレッシュなみんなに聞いてきたので、ぜひね、参考にしていただけたらと思います。こういうのってネットを調べてもそんな出てこないし、だからってネットの情報とかだと、なんか、リアルじゃないんだよね。ちょっとおばくらちゃんたちにリアルな感想をね、学びましょう。する前は死ぬほど恥ずかしいし、怖いし、本当にこの人のこと好きなのかと考えてた。した後はこんなものか感がすごすぎた。正常位は入ってる感覚なくて、騎乗位とバックにした途端、痛み、あーまずさ、穴って言われてるものがどこなのかもわかんないじゃん。私の中にそんなものが存在するんですかみたいな。多分、自分でも見つけたことない場所だし、男性ってなんでわかるみたいな。しかも、これがここにって思うわけ、最初はね。けどまあ、本当にまさにしたとこんなもの感はマジでわかるし、みんな言うよね。思ってた以上に痛くなくてびっくりしました。これはね、人によると思うやけど、私も全く痛くなかった。でも、周りの友達とかは痛いって言ってたりとか、人によるし、最初から女の子は痛いものだからっていうのを相手に植え付けといて、いや、それを了解承知の上でちゃんと大切にしてくれる人とじゃないとまず許しちゃダメなのと、痛いって言ったらちゃんとやめてくれたりとか、ゆっくりしようって言ってくれる人とじゃないと最後まで絶対やっちゃダメ。これはエミネートの約束だよ。結構ね、そこで男性の質を測れるところでもあったりするの。ちゃんと君のことを考えてる男とかだったら、もちろん痛い思いなんてさせたくないし、自分の欲よりも相手のこと大切にできるはずなの。だから、そこでもし無理やりに強引に自分の欲を発散しようとしてくるやついたら、結構その後の交際考えた方がいいと思うし、そこでやめてもいいと思います。ギャップじゃないけど、野球部彼氏としたら、みんなに話してて殺してやろうかと。わかんの、これさ、でもさ。確かに女子もやった後とかは、大体報告会をするじゃないですか。まあ、それと同じく、まあ、男子も多分すると思うの。だし、その年齢ってさ、すごい一躍ヒーローなのよ。高校生とかでさ、初体験終えたりしたら、もう、しばらくはそいつはヒーローだよ。男子とか特にそうなんじゃない？野球部とかも運動部とかはさ、もう、大変大変。まあ学生のうちとか特に、まあ、みんなが物珍しい時期にやることのデメリットでもあるので、自分を大切にしてくださいね。みんなに言うなよとか、ちゃんと笑かすなよっつって、ちゃんとお約束していきましょう。前、エチエチ漫画みたいな展開。あと、思ってたのちゃう。まとめ方うま。私これ募集系のこれまとめ方上手な子大好きで。助かります。ありがとうございます。いやでも思ってたんとちゃうわかんのよなぁ。まるくん、チュンクみたいな展開を求めてたらさ、こんなもんですか？わかります。中では行かない。なんだ、こんなもんか。わかるー。なんかこれアンケート取りたい。中で行って、すごい感動したこと。中では行かずになんだこんなもんかって言ってた子の割合をなんか統計取りたいくらい、みんなほぼこっちなんじゃない？もちろん回数重ねたらさ、多分自分なりに色々分かってくると思うんだけど、もちろん。おもちゃん聞いちゃダメかもしれない、この話。最近マメがこうやって来てくれるから、おもちゃんが来てくれるの珍しくない？カメラ、おもちゃん苦手だもんね。思ってたよりすごく気持ちいい。良すぎてハマってしまって自分から積極的に誘うようになった。そういうパターンの子もいるんだ。すごい、でも、あったんだと思うよ、相性が。事後幸せにお話しするイメージ持ってたけど、めちゃめちゃに眠い。わかります。事後は眠たくなっちゃいますよね。私、相手もそうだよね。めちゃくちゃ痛いと思って怖かったけど、想像してたよりは痛くなかった。でも結構ね、この意見の子が多くて、私もこんなに痛くはなかった派だったから、本当に人によるんだと思います。かと思えば、初体験血がドバドバでシーツ真っ赤でトラウマ、全く気持ちいいと思えなかったっていう子もいました。何にも構えずにいたら、自分はこっちタイプかもしれないし、それは本当人それだと思うので、最初はね、慎重にやっていきましょう。てか、おもちくんがさ、ずっとなめなめな、なめなめこう、ギョギョしてくるんですけど、やめてください。聞かれたらどうしようとか不安いっぱいだったけど、男の子って優しいし、意外と怖くなかった。なんて平和の世界。優しいパートナーだったのね。よかったよ。うちらも怖いけど、男の子もやっぱ慎重なんだよね、最初は。
まあ、もちろんさ回数重ねた男性とかは話は違ってくるんだけど、ちゃんと不安なことは最初から彼にちゃんと伝えておくことが大事かな。こんなでけえの穴に入るわけねえだろが、入れられる瞬間の感想マジわかんの。出産ってさまた全然痛みは違うと思うからあれなんだけど、この穴から赤ちゃんが出てくるみたいな、鼻の穴からスイカが出るみたいな例え方するじゃん。なんかその瞬間私思い出して、疑似出産くらい覚悟あるよね今と思って。だって自分の中に異物が入るってことがさ初めての経験じゃん。みんなあの感覚ってそれ以降はないから、不思議な体験ですよね。ラブホ入るだけでドキドキした。あーわかる。一気にさ大人の経験してる感出てくるよね。ラブホ行ったりすると田舎道とか家族でドライブしたりしてさ、え、ママ何あの可愛いお城って言ったら、それはまだあんたには早いいわゆるラブホとかいう、なんかちょっと気まずい場所なのかなっていうさイメージをずっと持って大人になってきて、大人になっていざラブホに行ったりすることになったら、もうママにも怒られないの、ここに入ってもって自己責任が入るってこと。すごい一気に大人になった感じしますよね。わかるもん。 AV で気丈い気持ちよさそうだけど全くわからんくて人それぞれなのって思った。ああそれね、人それぞれだと思います。あとは最初から全然気持ちくはないし、相性とかもあると思います。体は相手のこうサイズ感とかもあると思うし、なんか多分 AV を参考にするのがどうだよね、男性も女性もだけど。まあもちろんさ自分の見せ方って面ではまあいいとは思うんだけど、ちょっとね AV は過剰かなとは思います。意外と痛くなかったし、女の人は演技してるって意味がよくわかったAV の女性は頑張ってらっしゃいますよね。意外とでもみんな多分演技はしてるよね。演技してるかしてないかもさ、なんかアンケート取りたいな。アンケート系 YouTuber になるかな。漫画で見たものの想像以上に痛くて気持ちいいとか全くなかったです。まあまあ最初はね感じる余裕もないよね。何したらいいのかわかんない、え、どうしたらいいのと思ったら終わってるみたいな。しかも相手がもしめちゃくちゃ早漏だったりしたら、もう終わったの、もう終わったのってなるから。うん、校長室呼び出し全校生徒に知られる。待って、大丈夫？どこでしたそれ。え、大丈夫？怖すぎ&不安すぎで毛とか体型とか気にしてる余裕なかった。確かに始まったらさ余裕なくなってくるよね。でも回数重ねると、あ、今日やるかもしれんけん毛の処理しとこっかなとか意外と先読みができるようになってくるんですよね。人類なんでこれを好き好んでやるのって思ったしかも動物は子孫を残すために、まあ人間もそうだけど、でも人間ってさまたそれをさなんかこう欲求の一環でやってるじゃん。なんか不思議な生き物ですよね人間って。ママに合わせる顔がない帰りね親の顔が浮かぶよね初めてのなんかキスした後とかも、やべえママになんか会うの気まずいとか思いながらね帰った記憶があるな。なんかさ思ったんやけど、そういう経験ってもうできることないんだ一生で何もまだ経験したことがないみたいな、ゼロの状態ってさ何よりも尊い時代だと思いませんか。もちろん何でもそうだよ、キス、まあこういう営みに関してもそうだけど、まだ社会を知らないとかもそうだし、何もわからない自分って一瞬だったんだなって思うわ。0から1になる瞬間ってやっぱり今でも覚えてるから、なんかそんな貴重な経験をね今後もできる気がしないのよと思ったらなんか怖くなってきた昔はさ早く中学卒業したいとか高校卒業したいとか、もう早く親の監視から離れたいとか思うけど、今別に自分が何をしたってさ親の目なんて気にならないわけじゃん。けどある程度制限があったからこそ多分その時代って尊かったんだと思うの。大人になったら何にも縛りがないっていうのもなんかつまんねえなって思うわ。うわなんかいいのかなこのまま年取って。切実だわ29歳。前性欲とか何それ、あと早くしたいハマっちゃったんだね。かわいい、世界が違って見えるかも、ワクワクとか思ってたけど全然そんなことなくてがっかりした。かわいい視野とかも広がるのかなとかいろいろ思ったりするけど大してそんな変わんないよね。恋はキモいと思ってたけど、ゴムしてるなら手つなぐのと変わらん慣れたら手遊びの延長。確かにね、ちゃんとね否認をしていたら直接触れるわけではないかな、そのブツブツ
かね。一人でやってたから一人の方がええなーってなった。強メンタル強い。いいね。でも大事よ。声出ないって聞いてたけど意外と出た。そこに関しては気負わなくて大丈夫だった。まあ、確かに AV ほどのああいう声みたいなのは出ないんだけど、まあ意外とプラス気持ち演技くらいやればなんか意外といけます。意外と痛くなかった。コンドームの付け方わかんなくて YouTube 見ながらした。 YouTube に上げてくださってる方本当にありがとうございます。かわいいかわいい子たちがお世話になっております。今ってさ学校とかでもこうゴムを実際に見せて性教育とか、まあ、やっぱり知るっていうことが大事だから、ちょっと気まずいものみたいな感じに思うのが良くないなって思うから、普通に女の子が持ってていいものだし、女の子が知識をつけといて絶対に損はしない知識だと思うので、もしかしたら自分がそういうことなるかもなとか思う子は、まあ、動画でもネットとかでも知識をつけるがてらで見ておくのは大切なことじゃないかなって思います。緊張するけど絶対相手のスマホどこにあるか確認しといて、録画どころか録音されてる可能性もある。大丈夫みたいな動画ってなんかツイッターとかでもたまになんか載っけたりしてる人いるけどさ、そういう状況になってなんか嫌な噂立てられちゃったりとか自分が傷つく原因になってほしくないから、意識を向けておくのは本当大切なことかなって思います。モデルみたいな見た目じゃないといけないと思ってたけど、そのままを可愛がってくれた。いい優しい。いや相手に対してもうちらもそう思うし、やっぱありのままをうちら愛していこうよ。一皮むけるよね。普段ちょっと隠してる部分も2人でこう見ることによって距離は近くなるなって思うから、相手もありのままが愛おしいなって思えるきっかけになると思うしさ、大切だよね。勃起してるやつも知るとか受けた。言い方やば。マジでおもろい。はい、ということで最後です。下着考えて選んだけど見られる時間少なかった。意外とこんなもんかって感じ。勝負下着とか言うくらいだし、まあ私もさ下着は大切にしてるんですけど、意外とそういう行為の時って男性あんま下着見てくれなくね。うん、もうちょっと見ろやとか思うもんね。今日どんなショーツだったか後ろまで見たんか、ケツスケスケやどみたいな。あいつらあんま見てねえと思うんだと思うので、今日やべえわ下着地味やわ、今日上下バラバラやわとか思っても、意外とうちらがなんかしれっと脱いだりすれば、あの下着問題意外とね悩まなくていいっす。ちゃんと下着も揃えてた方が自分にも自信がつくから、まあいい迎え方ができるかなと思うんですけど、男性は結構その下をね早く見たい、ひっぺ返してくるので、はい、それは頭に入れといてほしいですね。はい、ということで初体験する前とした後のギャップをみんなに聞いてきました。まあやっぱり総じて意外とこんなもんかっていう意見が本当に多かった。なのでまああんま気を追いすぎずに、ただ絶対に相手にはゴムはつけてもらう。ちゃんと初めてってことは相手に伝えて、痛いって言ったらちゃんとやめてくれたりとか手加減をしっかりとしてくれる相手じゃないと一緒にしちゃダメ。あとはまあ録音とかそういう盗撮とかそういうの絶対にさせちゃダメ。していいって聞いてきてちょっと流れでいいよとか言っちゃう子もいるかもしれないんだけど、絶対しちゃダメ。自分以外は全員他人だから、どんなにいい人でもねそういうところまで信用するのは違うかなと思うので、みんなに傷ついてほしくないので気をつけてください。はい、ということで2024年新しい知識と自信になればいいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。どうしてもてるとなんて、てか今日さメガネ可愛いでしょ。前髪が変だったからねメガネかけたの。今日のメイクこういくの。今日のリップはリリミューのリリミューミューテッドシアーティント01番パピーレッドと、このねカリンがこの前クリスマスプレゼントってくれたディオールのマキシマイザーの006番ベリーってか、めっちゃ可愛くない？カリンとお買い物行った時に、エミネ今年1年ありがとうとか言ってプレゼントくれた可愛いカリンちゃん、愛してる愛してる、チュ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 。はい、ということで終わります。今年も1年よろしくお願いします。バイバーイ。